黒沢さえの思いに共感し、自らの意志で黒沢家に入っていってしまった天倉真由。走り残された妹の天倉美代は、門の前に落ちていた黒沢八重と沙恵の日記を入手します。幼い頃のある日、八重と沙恵は村の外れに位置する川のほとりで、ずっと一緒にいよう、と約束を交わしていました。活発な八重は、外の世界で沙恵と一緒に生きていくことを夢見ています。ですが沙恵はそうではありませんでした。もともと病弱であった沙恵は、何も知らない外の世界で生きていける自信がなかったのです。いつか八重と離れてしまう時が来る。沙恵にとってその方が儀式で死ぬことよりも恐怖でした。ならいっそ儀式によって大切な人に殺され八重と一つになってしまいたいというのが沙恵の出した答えだったのです。舞を取り戻すために黒沢邸奥の広間にやってきた美代はそこで村に残る選択をした民族学者真壁清次郎の悲惨な最後を現視します。影祭りの生贄、くさびとして体中に縄を巻きつけられた上で引き裂かれるという地獄の苦しみを味わって絶命した真壁。くさびとなる人物には強い苦しみを与えれば与えるほど、虚ろの正気を長く抑えることができるため、真壁は宮司たちの手により体に多くの切り傷を残して死亡しました。彼が願った遮影機を使って被災を撮影するという願いは果たされず、縄に巻かれた真壁の遺体はくさびとして虚ろの中に放り込まれ、次の黒沢姉妹による赤荷祭まで大償いが起こるのを抑えたのです。この広間で美代の前に立ちはだかった水上村の最高権力者黒沢良寛の怨霊を撃破し、美代は黒沢邸から深道に入ります。沙恵の声に導かれ多くのろうそくに火が灯る広間の先の階段では、同じように階段を降りる沙恵の姿を現視。八重は必ず戻ると願っていた沙恵ですが、結局八重が水上村に戻ることはなく、赤荷祭の時を迎えてしまいます。自分の首を絞めるはずだった八重がいないので、宮司たちの手によりロープで首を絞められ死亡した沙恵の遺体がうつろの中に放り込まれます。そして、大きな地響きとともに虚ろから溢れ出した正気、大償いが起こってしまったのです。やはり本来とは異なる作法で行った赤荷祭では虚ろを封じることができませんでした。虚ろから溢れた正気は深道だけでなく水上村全体を一気に覆い、一瞬にして多くの村人が闇に飲み込まれ凝死。それ以外の人間は虚ろから現れ怨霊と化した黒沢八重、真壁清次郎二人の手により全員惨殺されてしまったのです。大償いによって村全体が闇に飲み込まれたことにより、水上村は現実世界から消え、永遠と明けない闇の中に取り込まれてしまいます。これが地図から消えた村、水上村の真相になります。先ほどの広間まで美代を追い込む形で登場したのは、今作の最終ボス、くさび、真壁清次郎。途中、黒沢邸の広間で美代に襲いかかってきた怨霊の正体は、影祭りでうつろに放り込まれ、大償いで強い怨念を持った霊として現れた、真壁清次郎だったのです。生前とはあまりにも変わってしまったその姿に、プレイをしていても最後までくさびが真壁清次郎だと気づかずクリアしてしまった人も当時いたそうで、一部プレイヤーからはおばあちゃん怨霊と呼ばれていました。ディレクターの柴田さん宛にもファンから、あのおばあちゃんの怨霊が怖くてと手紙が送られてきたそうで、この時柴田さんは伝わってないと頭を抱えたそうです。真壁清次郎は影祭りの際に宮司たちから体を何度も切り刻まれたことが災いし、その痛みを他者にも味合わせてやるという強い怨念を持った強力な霊です。
村からの脱出を探るため黒沢邸を訪れていた牧村真澄も運悪くこの草火に遭遇してしまい体を切り刻まれ殺されています。草火に巻きつけられている縄は影祭りの時に真壁を縛っていた縄で、周りを舞う浮遊霊は地上に登る真壁にくっついてきた虚ろの中の霊たちです。ものすごい迫力でこちらに迫ってくる真壁に一度でも触れてしまうと即死のため、前作同様必ずゼロショットで攻撃しなければなりません。何度も追い込まれながらも無事に真壁聖次郎を撃破したミオ。広間の先の階段を降りてミオがたどり着いたのは物語の終着点、虚ろ。そこでミオを待っていたのはマユでした。もはや彼女はマユであり黒沢さえでもある存在となっています。病弱だったさえと足が不自由なマユ、二人とも最愛の姉妹とはいつまでも一緒にいられないという悲しみを抱えていました。水上村の被災赤荷野菜は姉が妹の首を絞めて殺し、虚ろの正気を抑えた後、その殺された妹は桐生家のあざみのように永遠に姉に寄り添うとされています。赤荷野菜で死ねれば大好きな姉と永遠に一緒になれるというさえの気持ちに共感したマユ、妹のミオに殺されることを望みます。さえに取り憑かれてしまったマユですが、同じようにミオの中にもある人物が取り憑いていました。その人物の名は黒沢八重。いつきの協力もあり深道を通って水上村を脱出した黒沢姉妹、姉が妹を殺すという恐ろしい儀式が残る村を何としてでも抜け出し自由になりたかった八重は先を急いでしまい、気がついた時には後ろにさえの姿がありませんでした。この時さえは先を行ってしまう八重に追いつくことができず焦り、足を滑らせ崖下へと落ちていってしまったのです。そして足を怪我して身動きが取れなくなったところを村人に見つかり、さえ一人が水上村に連れ戻されることに。ずっと一緒にいると約束したにもかかわらず、さえを置いて一人になってしまったことに八重は焦り、急いでさえを探しながら道を引き返します。水上村の入り口にあたる鳥居にたどり着いた八重ですが、彼女は目の前の光景に言葉を失います。確かにこの先にあったはずの水上村は大償いによって闇に飲み込まれ、その存在が消えてしまったのです。自分のせいで大償いが起こり、大切な才を置いていってしまったことを悔やんだ八重はその場で涙します。これにより黒沢八重は大償いに巻き込まれることなく生還を果たしたのです。物語序盤、真夜中の森に迷い込んだミオが見かけた鳥居の前で泣いている女性が黒沢八重でした。ですが八重は生還しており、ここでは死んでいないため、ミオが見たのは浮遊霊ではなく、その場に残された残留思念だと思われます。そしてこの時、ミオの体に八重の残留思念が取り付いたのです。なので水上村に入った後、イツキがミオを見て八重と勘違いしたのも、村人や宮司がミオを見て逃げた八重だと勘違いして襲ってきたのも、サエがミオのことを八重だと思っているのも、すべてはあの鳥居の前で八重の残留思念がミオに取り付いたことが原因なのです。姉である天倉真由には妹の黒沢さえが取り付き、妹の天倉美代には姉の黒沢八重が取り付いていることで、ゲームをプレイしていてややこしいと思った方もいるかもしれません。双子が多く生まれる村でもある水上村、この村では双子が生まれた時、先に生まれた子が妹、後に生まれた子が姉になるという伝承がありました。なので実際には妹の黒沢さえが先に生まれ、姉の八重が後に生まれたということになります。この当時地域によって双子の生まれる順番で姉妹兄弟の付け方が異なっていたため、政府は先に生まれた赤ん坊を兄姉とするという太政官布告を1874年12月13日に施行し、ここで初めて双子の兄弟姉妹の決め方が全国で統一されました。なので毎年12月13日は双子の日となっています。太政官布告施行後に水上村を訪れていた真壁聖次郎は、この村の双子姉妹兄弟の決め方に疑問を感じており、座敷牢に監禁されている際、当主の黒沢良寛に、すでに太政官布告は施行されているのだから、本来黒沢姉妹は先に生まれた紗衣が姉で、後に生まれた八重が妹となるのではないかと問いかけています。ですが良寛は、それでも村の決まりだからと、政府が決めたことよりも村の伝承を優先させています。なので黒沢姉妹が生まれた順番で見てみると、眉に紗衣が取り付き、美代に八重が取り付くのも納得です。
サイと同様に妹に強い思いを抱いていた天倉真由。幼い頃ミオと毎日のように交わしていたずっと一緒にいようという約束。その約束通り、いつまでもミオと一緒にいられると信じていた真由が初めて不安を感じたのは幼い日の夕暮れのこと。帰り道を急ぎ先を走るミオと少しずつ開いていく二人の距離に、もしかしたらミオとずっと一緒にいられないのではと恐怖したマユは、わざと道から足を踏み外し滑り落ちていったのです。坂を滑り落ち足に大怪我を負ったマユは、泣きながら謝るミオを見て、これでミオは私のもの、ずっと私のそばにいて心配してくれると足の痛みなど気に留めず、ただただ安心したのでした。マユの思い通り、その後のミオは自分のせいで歩きづらい体になってしまったマユを気遣い、ずっとそばに寄り添うこととなり、マユは怪我した足が痛むたびに嬉しかったそうです。しかし、あの夕暮れの帰り道、マユがわざと滑り落ちたことに当のミオは気づいていました。ただなぜあそこでマユがわざと落ちたのか、その理由がわからなかったミオは、なかなかそれを本人に聞けず、いつの間にか二人の間であの日の出来事は話さないというのが暗黙の了解となっていたのです。さあ始めよ。やるよ。私たち一緒に生まれてきたけど、やっぱり別々に生きて死んでいく。分かってたのに、分かってたのに。お姉ちゃん、ずっと一緒だから、いつまでも一緒にはいられない。失敗してしまった赤兄妹の再会を望むサエとマユは、ミオを台座へと導きます。ミオを通して今度こそヤイと一つになることを望むサエと、このまま生きていてもいつか離れ離れになるミオとずっと一緒にいる方法を導き出したマユ。マユはミオの手を自身の首に導き、下ろして。宮司たちの鈴の音が鳴り響き、そのリズムに合わせて自分の意志とは裏腹に、ミオの手には力が込められていきます。そして天倉真由はそのまま息を引き取り、首にはミオの手の跡が残りました。この跡は赤い蝶となり、真由の遺体は忌み人たちの手により虚ろの中へと放り込まれます。これにより赤兄祭は成功、周りの宮司たちは儀式の成功を喜びます。なぜ、どうして私はお姉ちゃんを殺してしまったのと戸惑いを隠しきれないミオ。もう一度儀式を行うことを望んでいたさえ、その思いを知り共感したマユ。姉をこの手で殺すはずではなかったミオ。そして、虚ろへ通じる深道で聞こえたさえの思いに応えたいと思ってしまった八重。この八重の思いに支配されてしまったミオは、一時的に体の自由を奪われ、マユを手にかけてしまったのです。戸惑うミオの前には、マユの首から解き放たれた赤い蝶。さえ、そしてマユの生まれ変わりでもあるその蝶は、そっとミオに囁きかけるのです。ありがとう。お姉ちゃん。取り返しのつかないことをしてしまったと後悔の念に駆られたミオは、遠くへ行ってしまう蝶を必死に追いかけます。ですが、みなかみ村の赤い蝶となったマユは、これまでの赤兄祭で生贄となった蝶の群れに迎え入れられ、そのまま消えてしまったのです。大切な存在である姉マユを失い悲しみに暮れるミオ。そんなミオの心情とは裏腹に、遠くには朝日が昇り、みなかみ村の長い長い夜が終わりを告げるのでした。シリーズ2作目、ゼロ、赤い蝶。地図から消えたみなかみ村に迷い込んだ天倉姉妹の物語は、妹のミオが姉の真由の首を絞めて殺すという衝撃的なバッドエンドで幕を下ろしています。
実際にはかつて行われた赤荷祭の本祭りは失敗してしまいましたが、ここで行われたのは、もし八重があの時戻ってきたらという畏怖の幻影を見せられ、真由はその犠牲となってしまったのです。物語序盤から美代に残留思念という形へ取り付いていた黒沢八重、大償いが起こり消えてしまった水上村の鳥居の前で悲しみに暮れる八重に寄り添ったのは、親友との約束を果たすため再び水上村に戻ってきた宗像良三でした。宗像は水上村の惨状に言葉を失いながらも、唯一生き残った八重を保護し、その場を後にします。その後八重は事件のショックから水上村に関する全ての記憶を失い、八重がこの場所に近づくことは二度となかったのです。記憶を失い、自分が何者なのか分からずに、孤独と絶望の中で八重を支え続けたのは宗像良三でした。次第に二人は惹かれ合っていき結婚。記憶はありませんが、かつて自分を縛っていた黒沢から宗像八重となり、宗像良三との間には尊という女の子が生まれたのです。八重と結婚し、家庭を築いていった宗像良三、そんな彼には一つ心残りがありました。それは自身にとって師匠にあたり、水上村と共に消えていった真壁清次郎のことです。師匠である真壁は結局、虚ろを通して黄泉の国を見ることができたのだろうか。見れたとしたら、そこはどんな世界だったのか。気になる、気になってしょうがない。私も黄泉の国をこの目で見てみたい。この内側から湧き上がってくる好奇心をどうしても抑えることができなかった良三は、水上村とは別の黄泉の門伝承を調べていく中で、ある屋敷にたどり着きます。その屋敷の名は氷室亭。この屋敷のどこかに隠されている黄泉の門を求め、良三は八重と美琴の3人での移住を決断。その好奇心が救いようのない絶望の連鎖へとつながっていくことも知らずに、美代が水上村から生還した夏の終わり、美代と真由にとっての思い出の地は水底に沈み、完成した水上ダムをベンチに腰掛け、一人ただ呆然と眺める美代。そんな彼女の首には赤い蝶の跡が浮かび上がり、美代とずっと一緒にいると願った真由は、赤い蝶となって美代の首に宿ることで、その願いを叶えたのです。子供の頃に交わした約束。ずっと一緒だよね。約束だよね。その約束を上事のようにつぶやき続けた美代。そんな彼女はそれから数日後、長い眠りについたのでした。シリーズ2作目、ゼロ、赤い蝶。ここまで紹介したのは今作の静止エンドとなる赤い蝶です。地図から消えた村と呼ばれる水上村からの脱出を目指していた美代ですが、最終的には自身のその手で大切な姉である真由を手にかけてしまいます。そして殺されはしたものの、赤い蝶となり美代の首に宿ることでずっと一緒にいるという願いを果たした真由。これが静止エンドという絶望感、いかにも日本的な儚さを持つ終わり方から絶大な人気を誇る一方で、その過激かつ救いのない内容からプレイヤーの意見が分かれる終わり方となりました。ゼロ赤い蝶のストーリーは、ディレクターの柴田誠さんが一晩で見た夢を形にしたゲームで、その夢の中で最初にたどり着いたエンディングがこの赤い蝶エンドだったそうです。柴田さんはこのエンディング自体がグッドかバッドかというよりも、ゼロのエンディングとして正当に進化できたという意味で赤い蝶エンドを最高のバッドエンドと表現しています。これをさらに細かく解説すると、前作は主人公が危険を顧みず大切な人を追いかけた結果、最終的にはその大切な人を失ってしまいましたが、今作赤い蝶は主人公が危険を顧みず大切な人を追い求めた結果、その人を自らの手で殺して失うという絶望感がパワーアップしており、これを最高のバッドエンドだと名付けています。マジで柴田さん鬼畜です。その後の天倉美代がどうなったのかは次回作ゼロ姿勢の声で語られることになるのですが、それはまた別の機会に話したいと思います。
赤い蝶にはその他にもリメイク作真紅の蝶で追加されたものも含めて5つ存在していますので紹介していきます。迷いが、この迷いがエンドは朽木の仕掛けを解き眉とはぐれてしまった後に呉羽神社の深道に通じる扉の前で本当に一人で逃げますかという問いにはいと答えると起こるエンディング。村人に捕らえられた眉を置いて、ミオはずっと一緒にいるという約束を破る形で一人村からの脱出を図ります。しかしその深道の途中で後ろを振り返ると、追いかけてきたサエに捕まり意識を失います。目を覚ますとそこは最初にいた森の中でした。ですがそこに眉の姿はありません。その日から眉は行方不明となってしまい、ミオだけが助かったのです。ですがミオは直感で、お姉ちゃんはあの村で私を待っていると悟る後味の悪いバッドエンドです。これはミオが眉を置いて脱出できた、もしくは最初のシーンで赤い蝶を追いかけていく眉に気づくことができなかった世界線とも取れます。うつろ、2周目以降でプレイが可能となるハードモードにて起こるエンディング。難易度がイージー、ノーマルだと真壁聖二郎の怨霊を倒しエンディングを迎えましたが、ハードモードではその続きとして本当の最終章、ゼロの刻が始まります。ゼロの刻ではうつろの前に立ち尽くす眉を遮影機で撮影すると、眉の姿が変わり真のラスボスである血濡れの着物の女黒沢サエとの戦闘に突入。姿を消しては一気に距離を詰めてくるサエの攻撃を避け続け、止まったタイミングでダメージを与えていきます。この黒沢サエとの戦闘中に聞こえる声はサエとマユのもので、サエは八重に、マユはミオに、それぞれどんな気持ちを抱いていたのかその本心が聞き取れます。サエは八重になぜ戻ってきてくれなかったのか、八重に殺されるならそれでよかった、私は結局宮司に殺され大償いを起こしてしまったなどが語られ、眉に関してはすでに解説した通り、幼い頃わざと崖から落ちてミオの木を引こうとしていたことがここで明らかとなるのです。プレイをしていた時はラスボス戦ということもあり、戦闘に夢中で聞く余裕がなかったという方も多かったとは思いますが、実はかなり大事なことをここで言っていたんですね。真のラスボスサエを撃退したミオ、ここでサエの力が弱まり、やっとサエとマユの二人は分離します。しかし分離した場所が悪く、そのまま二人はうつろの中へ。幼い頃崖から落ちる眉を助けられなかったミオは、今度こそお姉ちゃんを助けるんだという思いでとっさに手を伸ばし、なんとか眉の手をつかむことができましたが、サエはそのままうつろの中へ落ちていきます。どうにかして眉を引き上げたいミオですが、疲れ切った体ではなかなか力が入りません。さらに掴んでいた手が滑りそうになり、思わず目を開けたミオはその下、つまり口にすることも聞くことも書くことも見ることも禁じられているうつろの中を見てしまうのです。うつろの奥底には無限とも言えるおびただしい人々が折り重なり、その無残な姿が目に焼き付けられたミオはうつろの淵で目を押さえます。その後ろではうつろから這い上がっている眉がミオに寄り添い、二人は森の中に倒れているのが発見され、水上村からの生還を果たします。夏の終わりに完成した水上ダム、その近くのベンチにはミオと眉の二人が座っていました。ですがうつろを覗いた代償としてミオは目が見えなくなってしまいます。大きな代償を受けてしまいましたが、今度は眉を助けることができたとミオに後悔はありません。そして今までミオが眉を助けていたように、今度は眉が光を失ったミオを支えていくことになります。光を失ったミオを見て眉は、ずっと一緒だからと微笑み、うつろエンドは幕を下ろすのです。このうつろエンドでプレイヤーが真っ先に気になったのは、眉の最後の微笑みの意味かと思われますが、これはこれから私がミオを守っていくんだという決意なのか、これで永遠にミオといることができるという独占欲が満たされた意味なのか、はたまた眉ではなくまだサエが取り付いているのかと、いくつもの推測ができます。ディレクターの柴田さんもこの笑みについてはプレイヤーに解釈を委ねており、リメイク版の真紅の蝶では映像技術が上がったことで、よりいくつもの解釈ができる曖昧なものに近くなったと語っています。
それに加え、このうつろエンドは最悪のハッピーエンドと柴田さんが名付けているので、あの微笑みをどう捉えるのかはとても難しいところです。ちなみにうつろでミオが眉の手を掴んでいる時に、その中を見ちゃダメだといういつきの声が聞こえてきましたが、ミオはこの声に釣られてうつろの中を覗いたわけではなく、あくまで掴んでいた手が滑った時に誤って見てしまったため、これに関してはいつきに責任はないと柴田さんは語っています。ミオが覗いたことで目が見えなくなる原因となったうつろ、その中にいたのはうつろの奥底で苦しむ多くの死者でした。映像では分かりづらいですが、この時ミオはその中心にいた一人の死者と目が合ってしまったために光を失ったとされています。そしてその目が合った死者というのが天倉美沙、真由とミオの父親だったのです。水上村近辺で行方不明となっていた天倉美沙、真由が崖から滑り落ち怪我をしたあの日、遊びに出てから一向に帰ってこない娘たちを心配し、森まで探しに来ていた美沙は境界線となる双子地蔵を過ぎたことで水上村に迷い込んでいたのです。どうにかして水上村の脱出を試みた美沙でしたが、最終的にはうつろに落ちて死亡し、その中で苦しむ一人となってしまいます。幼い真由と美桜は別の捜索隊により無事に発見保護されたものの、娘と入れ替わるようにして美沙を失った妻の天倉静、無事に帰ってきた娘ですが、足を怪我してしまった真由と自分のせいで姉が怪我をしてしまったと泣き、心に深い傷を負ってしまった美桜。そんな二人に、あなたたちを探しに出たままお父さんは帰ってこなかったと静は言えなかったのです。お父さんは二人が小さい時に亡くなったと曖昧な嘘をついていた静ですが、本当のことを聞かされた時の真由と美代の心情を考えると、その判断は正しかったと思います。美代と真由の父天倉美沙については赤い蝶公式攻略本や真紅の蝶設定資料集紅の森に記されてはいますが、ゲームの中では父親について全く語られていないため、話が唐突すぎるという理由からゲームには盛り込みませんでした。ですがディレクター柴田さんとうつろを描いたスタッフ、この二人の秘密として、この設定は生きているということが設定資料集で明らかとなったのです。約束。2004年に発売された Xbox 版では新たに約束というエンディングが追加。ハードよりも難しい難易度、ナイトメアをクリアすると見ることができます。深道の階段を降りてうつろまでやってきたミオが、マユを見つけるところまではこれまでのエンディングと同じですが、ここから大きく展開が変わります。うつろへ向かうマユを呼び止めながら鳥居をくぐったミオ。するとミオの中にずっと取り付いていた八重が現れたのです。ゆっくりと振り返った際は、八重が帰ってきて嬉しい反面、信じられないというような曖昧な仕草。八重はあの時、冴を一人置いていってしまったこと、戻ってこれなかったことを謝ろうとしますが、冴は、と八重を受け入れます。そしてわだかまりが解け手をつないだ二人の姿は、まるで蝶のようにうつろの奥底へと落ちていったのでした。二人の目の前には赤い蝶が舞い、冴と八重の声でありがとうと感謝し、他の赤い蝶たちと共に飛び去っていくのでした。これにより水上村の夜が明け、いつき、むつきやちとせ、ますみやみやこといった霊たちも無数に舞う赤い蝶を眺めながら消えていきます。みそのまでやってきたミオとマユ、物語序盤の思い出の地で二人が言いかけた言葉。私ね、あの時ミオが離れていくのが怖かった。私たちはいつか別々に生きて死んでいく。そのことに押しつぶされそうだった。赤い蝶を眺めながらそれぞれに抱えていた思いを打ち明け、私たちは一つにはなれないかもしれないけど、もうこの手は離さないからと約束し、物語は幕を下ろします。この約束エンドは最高のハッピーエンドという位置づけで新たに追加され、美しくまとめられているハッピーエンド。
この約束エンドでミオの中にはずっと八重が取り付いていたことがはっきりと描かれており、イツキがミオのことを八重と呼んでいた答えとなります。ミオの中に取り付いていた八重をうつろまで運び、サエとのわだかまりも解けたことで二人でうつろの中へと飛び込み、本来の儀式とは異なりますが、これで二人が一つの赤い蝶として完成。ここからは赤い蝶エンドと同様に水上村の夜が明けるわけですが、赤い蝶エンドと違うのは眉が生きているということです。今回の一件で二人の間の約束は揺らぎ壊れかけましたが、最後にお互いの思いを打ち明け手をつなぐことで、その約束はより強いものになったことでしょう。これから先どんなに辛いことがあっても、この約束が二人の支えになるはずです。影祭り。赤い蝶のリメイク作であるシンクの蝶で追加されたエンディングの一つ、影祭りエンド。くさびである真壁聖次郎を倒すのに5分以上かかるとこのエンディングを迎えます。くさびとの戦いに時間がかかり、体力も大きく消耗したミオはボロボロになりながらも眉の元へと急ぎます。うつろへとたどり着くと、そこにはうつろの縁に力なく座り込む眉、さらにうつろからは正気があふれる寸前まで来ていたのです。これはかつて起こったことを幻として見ているというわけではなく、本物の正気であるため、これに飲み込まれると死にます。一人で逃げればミオだけ助かったのに。冷たくつぶやく眉にミオは、私だけ残されるくらいなら、一人残された痛みの中で生きていくくらいなら、お姉ちゃんのそばにいるよと眉に寄り添います。姉妹はここで闇に飲み込まれ心中することを選んだのです。ミオの言葉で二人の間のわだかまりが解け、姉妹はある幻を見ます。それはかつて水上村の近くに住んでいた頃、麓にある分子のクレハ神社で行われたお祭り。空に一斉に放たれた蝶の灯籠、歓声とともに打ち上がる花火を二人は手をつなぎながら眺めていました。そこで幻は終わり、ミオとマユはうつろから容赦なく溢れ出した闇に飲み込まれていきます。溢れ出した闇は水上村全体だけでなく、ミオとマユにとっての思い出の場所も飲み込み、闇は水上村を中心に近隣の地域へと徐々に拡大を続けているのです。闇に飲み込まれた暗闇で二人は互いに寄り添い、手を握りしめゆっくりと目を閉じたのでした。これまでの解説ではミオにひたすら執着するマユの姿が描かれていましたが、このエンドに関してはミオもマユに対して執着しており、二人は互いに執着する形で心中するというエンディング。二人とも水上村を脱出できず死んでしまうというバッドエンドを迎えていますが、生還は果たせなかったものの、ミオとマユが望んだ形で最後を迎え、最終的な闇の中といえど二人が寄り添う形で終わっているので、二人の心情を考えると完全なバッドエンドとは言えないものとなっています。この影祭りエンドに関しては、物語序盤でミオが言いかけた、お姉ちゃん私ね、あの時の後に続く言葉も、あの時私は眉と一緒に落ちてもよかったと思っていたことに設定が変わっています。伊手町。シンクの町で追加されたもう一つのエンディング、伊手町。分岐するフラグを回収し、くさびを5分以内で撃破後、ゼロの国でさえをフェイタルフレーム以外でとどめを刺してみることができるエンドです。遮影機の力で眉からさえを払うことに成功したミオは眉に駆け寄り、お姉ちゃんよかった、もうどこにも行かないでと懇願。眉は、どこにも行かない、私たちは一つになるの、これから何をしなければいけないか知ってるんでしょ、と言って儀式を行うことを望みます。ですがミオは一緒にはいたいけれど、姉を締め殺すことなんてできないとそれを拒むのです。儀式を拒まれ自分を受け入れてもらえない絶望の感情と、そんなミオが好きだという感情が混ざり、声高々に笑いながら涙した眉が逆にミオの首を絞めてしまいます。暗闇の中、凍てつく空間を力なく舞う赤い蝶。その蝶は膝枕をされたミオに止まり、二人の周りには死体の海が広がっているのでした。水上村で生きることを選択したマユ。スタッフロールが流れた後、ひな人形の部屋では障子の先でマユがミオに口紅を塗っています。これは幼少期に姉妹で遊んでいたお化粧ごっこ。
このシーンは真由がまだ美代のことを意識していなかった幼い頃に戻りたいという心情が描かれており、その表情はとても無邪気です。そして美代の瞳から浮かぶ涙を真由が舐めて、最後は美代の首らしきものを持ち上げるシーンで幕を下ろすのでした。この伊手帳も先ほど紹介した影祭りと同じバッドエンドなのですが、このエンドは真由の一方的な思いが先行してしまい、美代にとっては報われない終わり方となっているので、完全なバッドエンドだと思われます。さていかがだったでしょうか。ゼロ赤い帳ストーリー解説。今回とても長い解説となりましたが、ここまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。合わせて高評価、チャンネル登録、概要欄からツイッターフォローいただきますと、本当に動画制作の励みになります。よろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。